皆さんこんにちは、プロゴルファーの鎌田ハニーです。今回はつま先上がりから打つポイントについてお話ししたいと思います。まずボールがつま先下がりのラインにあるとき、そして前にこういうふうに、木が障害物としてある場合、このボール低く行こうか上から行こうか迷うと思うのですが、つま先上がりですと、自然に普通通りのスイングをされれば、ドローボール右から左に戻ってくるというボールを打つことができます。なので今ピンが、木の左にあるので、木の右に構えて普通通りに打たれると多分戻ってきてピンに向かっていくと思います。実際に、説明しながら打ってみたいと思います。なのでまずアドレスは木の右に構えます。そしてこの時に少し右足を後ろに引くといいと思います。そして、少しボールが、上にあるので、その分クラブは短く、そして上体を少し起きるので、スイングのイメージとしては、少し横振りフラットになるスイングになると思います。傾斜に合わせてスイングするっていう感じです。実際に打ってみたいと思います。このように傾斜から普通通り構えて少しフラットめに振るということを意識すれば、自然にボールは右から左に返ってきてくれるので、ぜひこれコースで実践してみてください。